考えたことはありますか？水洗トイレを流したとき、その後の下水管で何が起こっているのか。水はどれだけ素早く移動するのか。水はどこへ行くのか。考えたことがある方ならわかるはずです。全世界の人間が同時にトイレを流す日はやってきてはならないことを。まずは小さな例から見ていくとしましょう。あなたが住んでいる家がそうですね。戸建てで2つのトイレを持っていたとしましょう。このトイレを同時に流したとしても全く問題は起こりません。なんだ、つまらないですね。じゃあスケールを上げてみましょうか。あなたは大きなマンションの一室に住んでいて、そこは下水管が共用になっています。一昔前の特にヨーロッパの建物では、縦に伸びた太い配管を開けるための引き出しのような構造を見つけることができます。これは汚水管というやつで、あなたの部屋をはじめご近所さん誰もがトイレを流した時の汚物が全て行き着く先です。気持ち悪い話、誰かがトイレを流すたびにここに耳を当てれば流れる水の音を聞くことができるんです。あなたの目の前のパイプの中では滝が発生していることになるわけです。これがただの水であれば涼しげなオブジェにでもなりそうなものですが、人はただ楽しくて水を流しているわけじゃありませんよね。同時に流されてくるものにはトイレットペーパーやその他のそのあれやこれやが含まれることになります。というわけで全てはハイスピードで流され、町の下水へと入っていくことになります。地下に埋め込まれた配管はずっと幅が広く、その流れを受け入れることが可能です。それでも再処理施設へ向かう類の最大の下水管の直径平均ですら3メートルほどしかありません。十分に太そうでいながら、その能力はその時の下水の量に左右されます。このお話はお楽しみに。さてさて、ではマンションの全ての水が流されると何が起こるのか。その答えは配管が鳴り出す。なんだか恐ろしいですね。流される水と汚物は大抵の配管では耐えきれないほどの圧力を生み出します。ですから汚水管の目の前に立っているあなたの顔をめがけて配管が破裂しなければ、それはラッキーだったということになります。想像したくはないですよね。そしてこの管が圧力に耐えきった場合、配管にかかるストレスによって音が発生します。この汚物が晴れて汚水管を抜けて下水道へたどり着けば、あとは問題なく流れていくことができるでしょう。ここの管は直径を大きく作ってありますからね。マンション1棟にとどまらず、近隣地域すべての排泄物を集めるわけですから、移動距離が増えれば合流してくる汚水も増えます。ですから都市で利用されている下水管は再処理施設へ至る直前に最も太くなるよう設計されています。この管が詰まるためにはよほどのものを流さなくてはならないでしょう。よほどというのは町全体で力を合わせるレベルのよほどです。では人口30万人の町を想定してみましょう。名前はそうだな、大流し。ここの自治体は新たな祝日を定め、大流し大流し祭りを開催するとしました。この日には全市民が下水という文明の利器に感謝を示すために、全く同じ時刻に水洗式トイレを流しますさあ町中が祭りを心待ちにしています。町中にあふれる色、吹奏楽バンドがマーチを始め、町中央の大時計が大流しの瞬間をカウントダウンしています。さあ3、2、1、ゴー。全市民が大喜びで水洗トイレを作動させました。水が流されていっています。さて、汚水管が音を鳴らす話はしましたよね。広い土地にある人口30万人程度の町の場合、この現象の心配はさほどないと言ってもいいでしょう。独立した下水システムを持つ戸建てに住んでいる市民が大半のはずです。それでも何も起こらないかというと、そうとも限りません。むしろ何も起こらないはずがない。最初は完全なる静寂が訪れます。そしてしばらくすると地響きが発生することになります。巨大な水流を受け入れようと、町の地下に張り巡らされた下水管が身をよじります。さてこれを数字で見てみましょう。
一度の水栓で流される水はおよそ13リットル、すなわち大流し祭りで流される水の量は約400万リットルということになります。これはオリンピック競泳用プール 1.5 杯分で、あなたが不幸にも大流し市民であった場合は、目の前のトイレからみるみるうちに水が逆流してくる様を目の当たりにすることでしょう。手洗い場とそれから風呂桶を見ればびっくり仰天。水どころかもうやばい匂いがするあれやこれもが泡立ちながら逆流してきています。覚悟をしながらキッチンへと行けば、そう、その通り、後で洗おうと思っていた食器たちはあれまみれになっています。あれとはそのここではダークウォーターと呼ぶことにしましょう。地元の配管工へ連絡しても電話はつながりません。町中の誰もが同じ問題に直面しているようです。どうすればいいかわからないあなたは窓へ向かい、そして、ああ神様、道路中でマンホールの蓋が吹き飛びまくっており、下水から溢れたダークウォーターが町への進出を開始しているではありませんか。そしてあなたの後ろではさらなるゴボゴボという音が。もう振り返るのも怖いあなた、でも振り返らないわけにはいきません。控えめに言ってやばい光景でした。あなたが繋いだままにしていた洗濯機もまたダークウォーターの魔の手にやられてしまったようです。しかも泣き面に鉢、中にはあなたの衣類まで入っていたんです。さらばお気に入りの T シャツよ。ダークウォーターは床にも進出してきています。あなたは覚悟を決め長靴を履くと家の窓から飛び降りました。外の空気はまだ綺麗な方ですが、それでも悪臭によって吐き気が止まりません。水位を増し続けるダークウォーターの中を他の住民たちと歩き続けるあなたは高台へ避難することにしました。大長市民全員が一番高い丘へやってきました。この場所にもマンホールはあるものの、幸い海抜が高いため下水はここでは溢れていません。何が大流し祭りじゃ。市民はカンカンになりながら発案した市役所の職員を睨みつけています。しかし現実にトイレを流したのは他でもなく市民たち自身。あまり強いことも言えず、おとなしく街を覆うダークウォーターを眺め続けています。水位はやがて下がり始め、1時間後には水が引きました。あなたは失った家財とこの先の大掃除を追いながら帰路に着きます。大流し祭りは来年度以降開催は未定とすることになりました。というのがそこそこの人口の大流しのお話では、これが全世界ワールド大流し祭りだったらば、地球上の全てのテレビやラジオがこの一大イベントに向けてカウントダウンを始めたとしたら、昼間だろうが夜だろうが関係はありません。だって地球上全ての人々はこの全世界ワールド大流し祭りを心待ちにしていたんですから。トイレを流す瞬間を今か今かと待っています。そして、あー、始まりました。全世界の水洗トイレの水は大喜びで下水管を降り、そして、そう、みんなの顔面めがけて戻っています。なんせ今回は世界の危機、その影響はより深刻になることでしょう。まず下水の通っている何にもあなたは近づいてはなりません。今回の逆流はスプレー状態で戻ってくることになりますからね。すぐに飛びのかなくてはあなたの体はダークウォーターに侵されてしまうことになります。そもそも外へ逃げてもいけません。全世界ワールド大流し祭りの最初の瞬間、外へ出ている人間は死にます。マンホールというマンホールがシャンパンコルクのように空中へ吹き飛び、街中はダークウォーターの間欠泉だらけになることでしょう。あくまでも仮説ですが、身構えておく必要があります。しかもこれはまだまだ序の口。下水再処理施設はこれだけのストレスに耐えきることができず、その配管もまた破裂することになります。冒頭で3メートルあるとご説明したこのパイプ、破裂する時が恐ろしく上空へ向かって大爆発を起こします。その後空から降り注ぐのは水とその他もろもろ、もちろんあなたはその場所にいてはなりません。絶対。さてダークウォーターの洪水は収まらず、それは大津波へと姿を変えます。人々はダークウォーターから逃れるために必死で高台を目指すことでしょう。
山間の地域は地球で最も安全な場所となります。人々は山頂や丘の上へ避難し、この災害が終わるのを待つほかありません。平地に住む人々は最悪、自分たちが引き起こしたダークウォーターの怒りを身をもって味わうことになります。家屋は水に浮いて流され、人々はそれに必死にしがみついて命をつなぐほかありません。逆流するダークウォーターの威力は次第に増していきますが、30分もすればやがて引いていくことになります。ダークウォーターが残した被害は想像することもできないでしょう。しかし全世界の誰もが被った被害額は莫大だということくらいはわかります。再処理施設や下水道は誰かがトイレを使う前に全て修理される必要があります。家屋の修繕、公園の清掃など、およそダークウォーターの毒牙にかかった全てのものは直さなくてはなりません。とにもかくにもとんでもない絵面であることは間違いありません。匂いは言うまでもなく、やっぱり台流し祭りなんて考えた人はとんでもない危険人物ってことになりそうですね。そんなわけでこのお話は水に流すことにいたしましょう。お後がよろしいようで、今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。